いつもの仙台駅よりこんにちは。ちょうど701系が入線してきたね。で、今回はどこ行くの？名取。え、そんなに近く？遠征動画名古屋から大阪のデータなくしたから動画ネタないんだよ。ネタい。名古屋から先は来年になるかも。ということで乗っていくのは快速仙台空港行き。1日1本の空港線快速だね。列車は仙台駅を発車。空港線快速は両数が2両しかないので結構混雑しています。これはまだ快速だから結構空いてるけど、確定だったら動画撮れないほどに混雑します。ちょっと前に E721 系0番台を空港線向けの500番台に改造したから2両の列車は結構減ったけど、それでもまだ2割以上の列車が2両編成になっています。今日も仙台空港アクセス線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は仙台空港アクセス線快速仙台空港行きです。停車駅は名取、終点仙台空港です。途中停車駅名取しかないわ。そう、この列車、長町や南仙台などの主要駅も通過する空港アクセスに超特化した結構速い快速なんです。通りで1日1往復なわけだ。2年前までは3往復あったんですけど、さすがに長町駅利用者とかから不要だったのか1往復にまで削減されました。でちょうど貨物船が合流してきて、長町駅を通過するね。え、これいいやつ？お、E2系。E2系も今年のダイヤ改正で結構変化あったよね。列車は東北本線の普通列車最高時速の100キロまで飛ばします。確か特急は120キロまで出せたはず。あ、これ前駅あるのね。今度はかなり利用者の多い南仙台を通過。分岐器の制限が結構かかってるね。南仙台駅を通過して名取市に入ると、田園地帯が広がります。まあすぐ市街地になっちゃうんだけどね。そろそろ名取駅に到着します。オフレールステーション跡を通過。かつてはここからビール工場まで専用線が敷かれていましたが、1989年に廃止。その後名取駅での貨物営業も2012年で終了しました。2012年からはオフレールステーションが開業したけど、わずか4年で廃止となってしまいました。はい到着。E721系500番台と並びます。名取から先の仙台空港線内は単線だから、ここで行き違いするんだろうね。東北本線の福島方面の列車が3番線に来ることを考えると、空港方面の列車を2番線に入れて対面乗り換えできた方がいいような気もするけど、単線で交換可能駅が少ないからここで交換するしかないんだろうね。だから必然的に空港本面が1番線に入るんだろうね。短くなりましたが今回はここで終わります。チャンネル登録、高評価、コメントよろしく。それではご視聴ありがとうございました。